下仁田町中心部周辺の空中写真。1975年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。かぶ川上津牧場下仁田町は、群馬県南西部、神田郡に属する町。下仁田ネギ、下仁田こんにゃくの産地である。町の北部から、 西部の長野県境にかけて、妙義荒船作く高原国定公園が広がる。この国定公園内には、祈願で知られる妙義山や荒船山がある。また、長野県境の物見山島斜面には、1887年に開設された日本最初の洋式牧場である、加密牧場が広がっている。地球科学的に貴重な資源が多く存在すること。 それを活かした活動が行われていることなどから2011年9月に全域が下仁田ジオパークとして日本ジオパークネットワークに加盟認定されている。東西 17.50km、南北 10.25km、超面積のうち3便が約84%を占めている。現史古代2008年10月時点の高齢化率は 男35.15%、女42.90%、全体で39.13%である。普通渓谷妙義山桜の里下仁田活動上心、電鉄下仁田駅の路線バス道の駅下仁田町では1955年に合併するまでの旧町村区域を地区とし、さらにその下に九州落の区域をもとにした行政区を制定。 町内を区分している。これは町独自の制度であり、地方公共団体や政令指定都市の行政区とは異なる。ありがとうございます。